岡銀行カードの宮崎住民の皆さん、今回の動画では BTS の話なんですけど、 BTS のホビーさんがこうやってクラッシュって言いましたので、それを皆さんと一緒に見てみたいと思いますよ。皆さん、私のチャンネルに少なくとも1回2回3回4回5回以上来た方々はぜひチャンネル登録してくださったら嬉しいです。そしてこれからもこういう感じでバンタンに関しての動画たくさんアップロードする予定ですので、ぜひチャンネル登録してくださったら嬉しいです。はい、皆さん、では早速見てみたいと思います。せーの、レッツゴー。하게됐나요？그것은정말우연한순간이었죠오갑자기다큐다큐다큐야그래서이렇게되게서로그런음악적인이야기들그냥삶에대한이야기들을서로나누다가그냥이친구가저한테본인앨범정규앨범잭인더박스라는앨범을처음부터끝까지쫙들려줬었는데굉장히처음부터첫트랙부터끝에까지일관성이있고되게제가생각했던뭔가느낌이랑되게좋은의미로달라서너무멋지다멋지다되게뭔가반했구나네스피릿이되게멋지다그래서그런약간리스펙트가생겨가지고네나이런곡이있는데같이한번해볼래했는데너무흔쾌히오형너무좋아막이러는거야もうここで、ひょんめっちゃいいですっていうところでもホビーさんの声が聞こえますよね、皆さん。わかりますか？제이홉님과작업하면서생긴비하인드스토리가있나요물어봐주셨네요많죠사실은이곡을처음이제들려주고굉장히이제그호석군이좋아했었고、네、옆에서이제제가이렇게녹음을봤는데오정말정말열심히한그냥솔직히피처링이니까だからフィーチャリングだから、私はここちょっと省略しましたけど、フィーチャリングだからってまで言いましたね、この動画の中では。でもこの次にクラッシュさんがちょっと長く言ってくれましたけど、トークがそんな上手い方ではないですので、私はこうやって省略してここに書きましたね。 J-Hope さんが緊張も全然しないと思いましたけどって書きましたけど、だからフィーチャリングだからちょっと気軽くしてくれると思ったんだけど、それじゃなくてもう本当に本気でもうすごく一生懸命にしてくれて、その姿にすごく感動したらしいですよ。うん、それを私はこうやってちょっと省略して書きました。네。근데아니었어。그냥정말오히려그래서녹음을너무열심히하니까。네。제가또반성하게돼아나도그러니까크러쉬さんが驚いたのが BTS J-HOPE さんってもうすでにもう世界的なアーティストじゃないですか。なのにもかかわらず、小さい仕事なら小さい仕事にもすごく頑張ってくれて、そこにありがたいし、そこに感動したっていう話ですよね。또정말이게괜히정말지금최고의자리에있는게괜히저희까지올라갈수있는게아니다이런생각이들어서はい、皆さん、私が字幕をつけた動画はここまでですけど、皆さんからしたらちょっと嬉しいニュースがあるかもしれないんですよ。このラジオ番組でクラッシュさんが話したのが、J-HOPE さんと約束したのがありますけど、ステージの上でこの曲で絶対一緒にパフォーマンスやろうって約束をしましたと。もうそれが本当にできるかどうかは皆さんの反応によりますと。だから皆さん、この曲たくさん聴いてくださって、たくさんコメントしてくださって、なんか皆さんが応援してくれると、J-HOPE さんがこの曲でステージに上がるかもしれないですので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、皆さん、とりあえず私が用意した動画はここまでです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、シュッ。